とうございます。はーい、ただいま。前回は、まあ、なんか、最後は余裕に見えたけど、結構苦戦させられて勝った。やれやれ、お疲れさん。みんなの活躍で、無事に勝てたな。ほんとね、もう全員の活躍だった。ナスに新しい役目、ナストロンができたから、これで、計略外す魅力ないナスは、卒業だね、ナストロンのナスは。すでに我々の道は敵に知られたぞ。これからどうするつもりなんだ。バレちゃったね。同盟諸侯から兵を割いてもらって、俺たちが動かせる兵力を増強するつもりだ。簡単に言うが、どこに援軍を求めるにせよ、クロスタウル領を通過することになる。お前の実家だろ。なんかうまくやってくれないの。難しいか。父は帝国に介入の口実を与えぬよう警戒している。死者の通過すら許さないだろう。まあ、そういう意味でナスの父親は守ってんだよね。帝国が入ってくるのを同盟に、王国に援軍を求めて。会長か、会長か、ここでか、そういうこと。先生にはまだ話してなかったか。そうなの。王国は援軍を求められる状況じゃないんだ。あの女殺すって言ってた会長が来るかと思ったけどな。ダスカーの悲劇、どうなってたんだ会長。どんな遺体になってんだろう。摂政が政治を見ていたが、政変があってな。その摂政も、王子のデミトリも、は？一族の皆死んだらしい。は？会長のクラスやったら会長死ぬ？え、違うよね。そういうことになってるでね、表向き。そういうことだよ、ね。王とフェルディアを含むブレーダット領。すげえ、俺口開けた今。帝国の息のかかった連中に支配され。え、でも会長多分死んでないよ。だって宮長でしょ。死ぬわけないでしょ。ストーリー、そんな残酷なストーリーあり得る。本筋で。でもこのゲーム割と死んでっからな。今や、ファーガス公国と名を変えている。旧王国諸侯の大半は、帝国と公国の圧力に屈して、その傘下に下っちまったよ。旧勢力もいくらかまだ反抗を続けているが、盛り返すのは厳しいだろうね。ねえねえ、援軍を求められそうな相手一人思いついたんだけど。ヒルダちゃんのお兄ちゃん。ここからも領地が近くて、クロード君とも仲良しで。仲良し、仲良し。あ、私も分かりました。ダフネルの列女。ダフネルの列女のこと。誰？師匠。あの人か。誰だっけ。前に見たことがあるな。あるっけ。あるの。確かに頼もしそうな人だった。あるっけ。誰のこと言ってる。ジュディットさんですよね。ジュディットさん、あの方なら力を貸してくれそう。クロードの師匠だ。え、っていうかなんでみんな知ってんの、クロードの師匠。ちょっと待って、なんでみんな知り合いなの。おかしいな。あれ、俺だけ仲間外れ。あの怖そうな人か、あの強そうな人か。あ、知ったかする俺。知ったかしとく。ああ、知ってる知ってる、あの怖そうな人ね。ああ、怖そうな人ね。先生も一度会ったことがあったよな。そうそう、あの恐ろしい女傑だよ。クロードの師匠でいいんだよね。クロードの師匠でいいんだよ。俺がリーガン家に入って着手になるまで。そうだよね、よかったよかったよかった。ってなってた。いろいろ世話になってね。これ以上貸しを作りたくはないんだが、今の状況じゃ背に腹は変えられない。俺の方で連絡を取ってみるから、みんなは次の戦いに備えておいてくれ。ちゃんとメアドとか電話番号公開してんの。ないか、ないか。何で連絡取るんだろうね。死者使わすのかな。ほい、これで。おい、なんか、よう先生、調子はどうだ。何かほら、体に変調はないか。え、ドラゴンになるとか。俺がクロードがこれから5年で何か調べたのかな。英雄の遺産について使ってるし、特にない。少しだるい、だるいけどか。そうか、まあ5年も眠ってたんだ。本調子に戻るまでに時間もかかるだろう。とはいえ、戦闘に関しては全く腕がなまってないようで安心したよ。俺が策を立てて先生が指揮する。俺たちの戦いはこうでなくっちゃな。確かにね、クロードが家系っていう策を立ててなかったらさっき危なかったもんな。前回の試合はジュディットから返事は。どう来た師匠。ああ、まだだよ。でも心配ないさ。あの女傑は俺のことが大好きだから。大好きだから。そうですか。クロードいろんな人を惑わせてんな、男も女も問わず。兵力が手に入ったらいよいよ俺たちも本格的に動き出すが。ああ、
さっきのきつかったからな。ちょっとレベル舐めてたな。レベル上げしないといかんな、これ。フリーでやるのが全然余裕だから、クソ舐めてたな。な、先生。レアさんは、まだ生きてると思うか。まあ、生きてるんじゃない？死んではないと思うけどな。そうか。あれで死んでたら何なのって。俺もそう思う。あんな大物が誰にも知られず死ぬとは考えにくいからな。今頃どこで何をしてるやら。俺と一緒で時渡りしてたりしないかな。生きていてほしい、死んでいててほしい、生きててほしいじゃないの。死んでてほしいって何よ。難しい質問だよ、本当にな。ただ彼女には色々と聞くべきことが残ってる。紋章石や英雄の遺産の本当の由来、本当の由来、ゼロスやネメシスの伝承の真実。まあそれはなんか嘘がありそうな感じはあったけどね。隠し事が多すぎる。紋章石ってそもそも何、本当にこの世界の成り立ちからして疑わしい。俺の外れてるところに紋章石付け替えて武器を強化できるって、そういうシステムかと思ってたんだけど、全然出てこないんだけど。そんなあんただって自分が何をされたのか、何をさせたがってたのか気になるだろ。あんたの母親のことだって結局は分からずじまいじゃないか。確かにね。全てレアさんの口から確かめなきゃ俺たちは疑問の沼から這い上がれない。という意味ではレアは生きてなきゃ困るね。だからそういう意味ではレアさんにはぜひとも生きててほしいよ、うん、一方でフォドラの情勢って意味ではレアさんがいない世界も興味があるんだ。どういうこと？レアのいない世界。フォドラの人々の大半はレアさんが唱えるセイロスの教義を信じて生きてきただろ。それがなくなったら。だから貴族制度を当たり前と受け入れ、異教徒と関わりを持とうともしない。クロードはそういうのぶっ壊したいんだよね。そういう壁みたいなもの。フォドラの喉元を固く閉ざしてるのもセイロス教の閉鎖的な思想の影響さ。なるほど、まあ、こうなってくるとヒナがやったことが正しいのか悪いのか分からなくなってくるね。セイロス教もセイロス教でどうなのってのはあるから。まあ、ただ、やり方は間違ってるよね。戦争はさすがに。関係ない民が死んでしまうし。だが、教義に固執する大司教が消えれば、その価値観も絶対じゃなくなるよな。まあ、バラバラになってくるよね。残る教団を導くのは、分離しそうだけどな。他ならぬあんただ。信仰の形を変えていくことだってできる。確かに次期大司教って言われたけど、その時初めて俺たちは何が正しいのか自分の頭で考えられるようになるはずだ。エーデルガルトも同じようなことを考えているのかもしれないが、まあ、やり方とかがいろいろちょっと好戦的すぎるけどそっから、あいつのやり方じゃ、ね、死人が出すぎる。誰もついていきはしないさ。成功したところで成功しないよそれは。何にせよ俺としちゃレアさんを見つけて話を聞くのが一番だな、うん、これヒナルートだとどういうことなのかな。ヒューベルトが仲いいのかな、スネープか、なかなかやりますねみたいな感じで言うのかな。と少し喋りすぎたか、悪いな、ゆっくり休んでくれ。ヒナルートだとクロードたちと戦うこともあるってこと、これじゃ。そことか、逆にヒナ側につくんだから。マジか、そんなのありか。はい、講習1回ぐらいしかやったことなくね、多分ほとんどやったことないよね。なんか意味あんのかな。てかもう講習やってる暇ねえもんな。水風の章、うん、天魔の説、2月か、煉獄の谷、煉獄の谷、いやー死神騎士でできそう、やめてほしい。帝国軍の先兵を退けた同盟軍は、歴史語り来たね、乏しい兵力を増員すべく同盟領北西を支配するダフネル家の当主ジュディットに援軍を打診した。はい、ここまでが前回である筋、前回で今回だけど、あ、それだけ親父の語りがなんかこうどうしても短くなっちゃうから、親父ちょっと残念そうだね。いつも説の時ノリノリで語ったもんね、なんか長々と尺使ってたもんな。そっか、指か、うち指少ないのか、指がもうちょっといればペガサスナイトとかも結構いけんのかな。そんな感じだね。ペガサスナイトとかドラゴン厄介だもんね、強すぎて。めちゃくちゃ強いもんな。で、ピローンってなったね。ジュディットから返事が来た。よし。兵員と物資を援助してくれるぞ。やったね。
で、引き渡しを受ける場所だが、引き渡しとかあるの？他でもない、名手殿の頼みだ。すぐにでも兵を送ってやりたいな。お、音声メッセージボイスメッセージが来たな、この時代。魔法かこれは。領内で大っぴらに兵を集めると同盟の他の連中を刺激しちまいかねない。だからこっちは煉獄の谷アリルにこっそり兵を入れてまとめておく。これ煉獄の谷って赤き谷だったりしない？前のそういう感じだったりしない？名前が変わってるとか。あんたらはそこまで兵を受け取りに来てくれないか。はい。そこから王国と同盟の境界を通って修道院まで戻れば安全なはずさ。安全か？本当に安全だったらあれでしょう。はい。谷アリルはダフネル領と王国領の境にある。行けばわかるが少し特殊な土地だ。特殊な土地？何か怖い伝承があったような。なんかまた幽霊的な伝承。まあ確かにあの谷なら他の同盟諸侯に気づかれる心配はないだろうさ。でも帝国には気づかれるんじゃないの？煉獄の谷アリル。裏切り者がいる。裏切り者がいる。あれ門番のやつじゃないよな。声違ったもんな。違うよね。ここ散策できないの？この日バカ野郎、いちいちロストしてんじゃねえか。ヒルダちゃん、はい、お茶かい。こんな時でも、はあ、ヒルダちゃん。そっか、この説は2回繰り返すか。ヒルダちゃん2回目だもんね。はあ、どれにしよう。一番いいやつかな。これ勢力あるのどう？先生、お招きありがとうございます。やばいな。合コンか、合コンか、お見合いか、もうこれ。そっか、かわいいな。はい、飲んでいいよ。ありがとうございます。結構物資余裕あんな。お茶会してるほど余裕あんの？お菓子作ってるほど余裕あんの？なんか幸せ。リシティアから作ったの？ヒルダちゃんとリシティアで作った気がすんな。はい、うん。気になる仲間の話、道具の手入れについて。最も優秀だと思う仲間、絶対こっちだろ。女子会だろ。ガールズトークだろ、盛り上がるのは。飲み方もお上品になりましたね。お嬢、姫、うん、一緒に食べたい料理、もらうと嬉しい贈り物、お気に入りの場所、どれも良さそうだけどね。贈り物じゃない、うん、オッケーオッケー。いやー、いいね。かわいいな、うん。中庭にいる二人の話、誰だよ。門番の勤務時間、将来の夢、二人の話。そうだよね。こういうなんかこういうのが好きなんだよね。今日は噂話みたいな。ぼーっとしに来ただけなので、うん、一緒にぼーっとしましょう。あー、なんかいいな、それ。それいいな、素敵だな。ぼーっとしよっか。出れる、笑う、うなずく、誰もいいな、笑おう。なるほど。いやー、いいな。はい、パワーとティータイム。イルダちゃん好きだな。わかりやすいし、わかりやすいっていうか、なんていうか。カメラこっちか。はい。難しい話もお説教も今日はなしですからね。そうだね、ぼーっとしよっか、二人で。笑ってくれた。今ちょっと太ったとか思いました？そう見えるだけですよ、多分。どれどれ、チェック。うん、なるほどなるほど。あ、ちょっとお胸が増えたからかな。ちょっとこんな横から見たことないからわかんないけど、今さ、ひるだちゃん学生時代からすごかったよね。俺毎回ひるだちゃんが立ってるとこ見るとさ、横から見るとやっべーと思って見てたから。釘付けだったわ。あー、先生怒られそう。ちょっと、あ、お茶飲んじゃったから笑わせるべきだけど、ちょっと。なんか幸せ。はい、ズームから戻れないのか。なるほど、難しい話も。はい、なるほど。あー、あは、なるほど。はい、あ、お茶飲む、お茶めっちゃ飲むね。そんなに気に入った、それ。美味しいですね。そっか。はい、すごい。はい。はい。なんか幸せ。はい。先生。はい、先生。先生。昔から先生っていうのは変わらない、ね。すごい。はい。なんだこれ。なんだこれ。最初の子ぶりに楽しんでんだ俺。どれあげよっかな。ヒルダママ。はい。ありがとうございます。カーネーション。あ、やる気あげとくかこれ。そうだね。まあ、次行動だと思うけど、効果あげても怒るよね。料理好き？料理好き？料理も好きかな。食べ物好き、うん。青カビチーズどうかな。お酒、うん。釣り好き。これはセテスだな。アロイスとセテスだな。はい。すっごく嬉しい。で、あと一個。チーズあげてみるかじゃん。ありがとうございます。あ、普通か。
まあいいでしょう。おい、オッケー。おいしいお茶、ごちそうさまでした。また呼んでくださいね。絶対ですよ。お茶会しない今からもう一回もう一回フェリックスみたいにもう一回やるってのは今からダメか。来週もしようよ。はい、じゃあ誕生日おめでとう。何歳、これ年齢上がってるのかな、ちゃんと。はい、ちゃんと上がってるのかな、これ名簿見ると。誕生日過ぎてる、そこまで細かくなってる。はっまあいいよ、ハンデマン開こう。はい、ハンデマン一番安いですよ。我が輩の部屋の方がありがたいが、はい、わがまま言うな。まあ今日のところはよかろう。わがまま言うなって。おお、趣味が良いな。好きなんだこの茶葉は。我が輩も好んで飲んでいるよ。そっか、好きだったんだあ、安物好きなのね。ありがたい。はい、飲んで。それ1200度だけど1200度だけど飲んでね。一気にいってください、一気に。はい、ググッと1200度。温まるなマグマかなはい、何2人でない。極めたレシピ、道具の手入れ。極めたレシピどっちだ、こっちかな。道具の手入れだ。ほうほう、そうだよね。ハンデマンは別に上がってもいいよね、レア様と違って。何、研究に付き合おう、これだろうなはい、ああこれしかねえよ、もうこれハンデマン言うなら完全に。はい、何もうしろ、もうこれしかねえ。わかりやすすぎんだろ、お前。お前ほぼ一択だった。炎の紋章は他の紋章との共通点が多い。うん、共通点。一方で独自の部分も非常に多く持つ。うん、つまり何も分かってねえってことだよね、それ。まあ共通点ってか、全部の紋章の効果みたいだよね。なんかそれぞれ持ってる気がする、全部を。ああ、お茶を飲む。そんなことはない。うなずく。そんなことはない、否定する。うなずく。うなずいた方がいい。そうだよね。うなずいた方がいいんだよね。なんかパーフェクトになっちゃった。あ、でもなんかパーフェクトになっちゃった。一応見つめてみる。はい。何言うの？片メガネが何か？ああ。確かにこれは特注品ではあるが、そう珍しいものでもなかろう。うん。ファッションなんだよね。別に視力悪いわけじゃないよね。片側だけ？うん、その姿勢だ。そのまま我が輩に観察させてくれたまえ観察してると思ったら観察されていた、そういうことか。なるほど。あの、すいません、あの、早く飲んでください。戻りたいんですけど、ちょっと時間遅延しないで。また頼むよ、じゃねえよ。遅延しないでくれな。はい、終了。しそうになった、うん、面白かったよ。ああ我が輩の部屋へは改めて招待させてもらおう。15年後ぐらいにしてください。はい、オッケーオッケー。まあいいでしょう、魅力が上がるからね。やっといて損はないでしょう。めんどくさいから結構やらない時もあったような気もするけど、まあ贈り物でいいよみたいな、そんな時もあった気もするけど。はい、転職やる。じゃあ転職、あー一人か。じゃあ支援見ちゃおうか。支援見ちゃおう。はい、レオニーとシャミネコ。こんなところかな。レオニー元々は指使いがベースっぽいから、指使い同士だね。調子が良さそうだな。日常に訓練を取り入れた成果か。虫嫌いをっていうのやったよね。ああ、あれですか。やってはいるんですけど。女の子だな。何か問題は。弓の腕は上がってるんですけど、虫嫌いは変わらずかなと。レオニー背高いね。え、違うか、シャミネコが小さい。そんなわけないよね。シャミネコもちっちゃく見えちゃう。やっぱり今でも実物の雲は苦手なんですよね。本当に雲を描いて狙っているか。絵を見せてみろ。いいですよ、どうぞ。絵とかどうよ、絵心ある。これはなんだ。なかったな。どう見ても雲ですよね。バレながらうまく描けたかなと。センスもないと。そうか。えレアだな、シャミネコが笑うのか。クールガイ、クールビューティーなのに笑った。シャミヤさんが笑った。しかもおかしな引き笑い。呪いじゃないか、この雲の絵。はあ、私も未熟だ。声戻したな、一瞬で。あまりな出来とはいえ心が乱されたあまりな出来ってひどいな。脇腹くすぐりたいな。こんな感じじゃないですか。シャミネコの脇腹くすぐりたいなめっちゃ表情崩させてやりてえな。なんかいたずらして。知っているか、体の形は。知
知らないですよ、嫌いなんだから。大雑把さは師匠譲りか。まあそうだね、料理は大雑把だね、爽やかだけど。これを狙っていても実物にはなれんだろうな。私の書いた雲をやろうつ、そしたらレオニーが笑い出す展開か。フヒヒヒって、私が書いた雲をやろう。なりそうだな。フヒヒヒってレオニーが、なにこれ、本物の雲みたい。ああ、シャビネコは絵心があるのか。こうして細かく書けば弱点もわかる。あとは狙っているだけだ。うー、丁寧に書きすぎですよ、凝視できない。あ、なんかレオニーの女の子の部分があるな。虫嫌いを直すにはこれだ。弓の腕もついでに上がる。なんだか弓の腕がついでになってきたような。君は一流の傭兵になるんだろ。虫嫌いでは野営もできんぞ。まあね、そう言われると頑張らなきゃダメか。シャミヤさん、私やりますよ。このまっすぐにね行く感じ、レオニーいいよね。絵の雲になれたら本物の雲だって片っ端から退治してやりますから。毒蜘蛛とかだけにしてあげて、蜘蛛も命なんだけどな。その息だ。まあよし、これで蜘蛛が減る。減らす機会、全滅させる機会、お前ら二人で。そうですか。なんだかんだ仲いいな二人。なるほどね。はい、セーブして、おお、上まで来たね。はい、さて転職どう。俺はいい。クロードも今のままでいいかな。なれないしね。ナスはなってるんだね。そう、ナスさ、ホーリーナイトにもなれんだよ、これ、ナス。どうなってんだ、ナス。66% だし。なにこれ、ナス。どんだけよ、と思ってるけど。ホーリーナイトだけど黒いけどね、馬は。ダークナイトと変わらないような気がする。ダークナイトの黒いや。ナス受けといていいかもしれない、余裕がある。そんなに余裕がないとあれだけど。リシティアどれくらい育った。あー、さすがのリシティアでも、そこまでか。まあ、いいでしょう。マリアンヌ、あー馬が足りねえんだ。そっか、マリアンヌ前出てないからあれに見えたけど、そっか、馬が足りねえからなれねえんだ。上級職だったんだ、あれでもマリアンヌ強いからな、分からなかった。はい、なれる、来たねー。 51% か。あー、馬って足りなくても2つ他が上がってればいいんだ。へー、いくか。はい、ゆうちゃん頑張って。2分の1だ。勉強嫌いだろうけど、なんとかカンニングとか。あー、ダメですか。ダメか。はい、僕アトラクタフィールドで収束するんで。頑張って損した。まあ結果が出なかったから、収束するんで、他に上がる子がいたら先にそっちを収束させるのを見てからのがいいけど、まだ無理か。飛行だもんな、剣術上がってないからね。飛行で上げるしかない。フェニックスはない。あとはフレンか。フレンはもうなってるもんね。あ、違う、フレンはあれか、マスターしたから兵士変更するのか。なるほどなるほどね。はい、じゃあこんな感じでした。まあいいでしょう。じゃあ次回散策かな、散策という感じですね。兵士とかは変更しておきます。はい、ありがとうございました。ありがとうねー。